香川高校バスコン部松本里奈と吉松千夏と杉村優派です。せーの、聞こえてる子どもたちの声、 UFO クラブ活動を通して。こんな声を聞いたことがありますか？学校に行きたくても行けない、自分一人では解決できない、共感できる仲間とも出会えない。現在学校に行きたくても行けない人たちが増えています。こちらは令和元年度の不登校人数です。コロナで不登校の数は増加していると言われています。不登校の原因は家庭生活の問題、友人関係のトラブル、学業不振や障害があるからなど様々です。県内の不登校生徒数です。こんなにも一緒に学べない子どもたちが増えているのです。私たちパソコン部では引きこもり不登校の子どもたちにも活動の場をという思いから UFO クラブ活動の取り組みを2021年2月から始めています。人と関わるのが苦手でも e スポーツやカードゲーム、ものづくりなどを通して少しずつコミュニケーションを取ってもらい、最終的には仲間ができて楽しいと思ってもらえるような場が生まれればと考えています。現在の活動目的です。すべての活動はリアルの場であり、特別なルールはなく、毎月活動は自分たちのやりたいことを考えています。人との関わりが持てる場作りが主になっています。この活動に参加した引きこもり不登校の青くんの変化を漫画で表しました。よろしくね。よろしく。どれが好き？このキャラかな。いいよね、そのキャラ。やばい、やられる、どうしよう。よし、勝った、イエーイ。あれ、普通に話せてる。また UFO クラブで遊びたいな。ネット環境が揃えばオンラインでも楽しめるものも多いです。オンライン上で仲間を見つけ、気が合う友達ができたら、次は会って一緒に楽しみたいという変化を期待しています。カードゲームは相手の心理などコミュニケーションの取りやすいアイテムとして有効です。絶対負けないからね。僕もやるぞ。ちゃんとコミュニケーション取れてる。のぞくなよ。持ってるだろ。次青くんだよ。ジョーカー気をつけないと。どれを引くのか、どうするのか。よし、これだ。うわー、ジョーカーじゃん。はははは。すごい、僕みんなと話してる。ツリーの飾り付けしようよ。どうしよう。かわいい。いいね、それ。でもなんだか楽しそうだな。好きなように飾っていいんだよ。え、いいの？話しやすい。一緒にしてみない？うん、行くよ。楽しいね。夏祭りやハロウィン、クリスマスなど季節の行事を通して1年間みんなと交流できるきっかけが作れます。人と話すことが苦手だったけど、さまざまな活動を通して自分の趣味に合った仲間を見つけ、こんなにも楽しかったと実感する青くんの変化です。活動を宣伝するためにもホームページがあります。同世代でのコミュニケーションが取りやすい環境が参加しやすい理由の一つとなっております。しかし、実際に毎月活動していますが、家から出づらい子どもたちは勇気を出してこの活動に参加することができずにいます。参加者はなかなか増えない状況が課題となっております。不登校の子どもたちは様々な理由で学校に行けない、教室に入れない状況にあります。しかし、そんな理由を聞いて解決するのではなく、ハードルの低い交流から始めること、つまり文字だけのやり取りやチャットで交流することで少しずつ話せるようになっていき、距離がだんだん縮まっていくのではないでしょうか。引きこもりや不登校の子どもたちの状況は様々です。私たちが現在活動しているリアルに出会える場も、その場すら恐怖に感じて足を踏み出せずにいる人もいます。伝えたいのは、いつでも待っているよという場があることです。待ってくれている場所があるということは、引きこもり不登校の人たちにとってはゆっくりでいいんだよ、やりたいことをやってもいいよ、一緒にできる友達がいるよということなのです。そこで私たちはバーチャル空間でも交流できる場を考えています。まだ勇気を持てない、不安がある、そんな子どもたちがちょっと覗いてみたくなるような場を作ることで参加しやすくなるのではないかと考えました。私たちが考えているのは ICT を活用したコミュニケーションの場作りで、現在バーチャル空間で交流活動を実験的に行っている方と共同して UFO クラブの空間を作る試みを始めました。このバーチャル空間は自分の顔や声を出したくない人にも配慮がされており、同世代だけでなく相談できる専門の機関や大人の参加もあるため気軽に交流できます。ご覧の通りスペース内は自由に動けます。画面共有などもできるので
ゲームの中継や同じ動画を見ることなどもできます。この取り組みは大分市にあるフューチャーシープロジェクトさんと協力して実施していく予定です。オンラインでフューチャーシープロジェクトの先生と会議を行いました。会議では現在どのような利用方法があるのかの説明を受けました。私たちの質問としてどのくらいの利用者がいるのかとお聞きしたところ、実際に利用している人は2人くらいで、参加者が少ないため利用促進につながらないところが今後の検討課題であるというお返事がありました。そこにはやはりオンラインの存在をアピールするような情報発信が不足していることや、同世代の人の参加が少ないため話しかけづらさがあることなどがありました。そこで私たちの意見として、同世代の利用者を増やし、いつ来ても誰かがそこにいて交流することができる環境を作ることが必要ということになりました。また不必要に会話をしなくても共通の趣味の部屋などを準備すれば参加しやすいのではないかと考えています。勉強に遅れを感じている人がいたら一緒に学び合えるような部屋なども準備したいです。なんだろう、このサイトいいかもしれないな。これだ、顔や声も出さなくていいのよ。やってみたらどう？え、これかな。アバターが使えるんだ。お母さん参加してみるよ。え、いいわよ。ありがとうお母さん。話しやすいかも。こんにちは。はじめまして。このバーチャル U4C クラブ空間でストレスのないコミュニケーションができます。そしてだんだんと自然に会ってみたい、出かけてみようという気持ちになってほしいと思っています。私たちは UFO クラブ活動、バーチャル UFO クラブ活動を続けることで、引きこもりや不登校でエゴになれない未知の友人たちと楽しくコミュニケーションができる場を提供していきます。リアルでも、バーチャルでも、君を待ってるよ。ご清聴ありがとうございました。